頃あの雨が結構強くなってきたんですけど、はい、雨のゴルフでこう何を意識するというか、まあ、どういうことに気をつけますか？雨で気をつけることですか？そうですね、まあ、グリップを濡らさないこととかはまあもちろんなんですけど、うん、あとは、まあ、雨が降るとそう力力みがちなんですよ、まあ、多分濡れてるとかもあるからなんですけど、その力むのを、まあ、意識的に力まないようにこう素振りでもうスイングのリズムを確認することと、あとはこのカッパを着た時の動きにくさ、やっぱ距離とかも変わってくるので、そこをしっかり考えてラウンドすることを。あ、私、はい、この間なんですけど、はい、どっしゃ降りなかったんですよ、はい、飛んでったんですよ、クラブは。普通にで、もう普通にバーンってセカンドからビョーン飛んでって、はい、もうツルンツルンで、はいはいはい、でなんかグローブもやっぱちょっと違うじゃないですか。あ、そうです。なんかあのこれじゃないんですけど、グローブ、その時あのツルツルのなんか合皮だと結構もうツルツルになっちゃって、はいはいはい、で本革だとヌルヌルになるじゃないですか。あ、そうですね、ヌルヌル。でも一緒にいた人が、はい、さ、軍手で打つといいよって言われて、ああのふわふわの、はいはい、あの普通のあのプツプツついてる、普通ない方、あ、ない、普通のやつですか？もう最強、もうめっちゃいい、超グリップ力あるし、でなんせ濡れてるクラブも拭けるっていうか、ああで水分も取るしみたいな、そう最強で、軍手でゴルフしていいのかって調べたら、はい、いいって書いてあったんですけど、つぶつぶが違反だったんですけど、つぶつぶじゃなければいいって書いてあって、これから雨の日は軍手をカバンに仕込んでいこうと思って。それはいいですね。でも滑らないとなると、やっぱそれが力まないにつながるし、うん、リズムも良くなると思うので、うん、私も軍手積んでいきますね。雨本当やってみてください。こうやって試合でやってなんか変なことになったらやばいけど、バリバリになりそう。軍手でやってるみたいないや、ちょっと試してみますね。いいこと聞いた軍手最強。なるほど、なるほどやね。プロ、はい、これ結構狙いたくなる人もいるかなと思うんですけど。そうですね。ここはマネージメント的にはどういう感じですか？そうですね、Xまで210ヤードなんですけど、はい、でも多分バンカーじゃない、池越えるんだったらもう190、85ぐらいでも超えるかもしれないんですけど、まあ、雨っていうのもあるし、まあ、今日の場合は雨だし、ドロップしたりするとキャリーが出なくて池に入っちゃう。だし右に逃げたらラフまで行っちゃう、うん、難しい。次バーディーを取るってなると、まあ、ちょっとまたそこで難しくなるし、うん、パー5でボギーを打つことのショック、ショックを考えたらもうこれは安全で、ね、もう右狙ってもラフまで行かないクラブで、もう右に。でもかなりあのバンカーと池の間ぐらい右狙うってことで。そうですね、これだったらもうそれぐらい狙っていこうかなって思う。なるほど、わかりました。はい、ありがとうございます。ナイスショー。言ってたところ、バンカーとラフの間止まりました。 OK です。ちょっと逃げちゃったけど、あの残りの距離も結構得意な距離残したりとかしてるんですか？あ、そうですね、やっぱ私あんまり30ヤードとか、はいはい、40ヤードとかが結構苦手なんですよ。めっちゃ嫌いです。嫌ですよね。嫌な、なんかもうこの辺に上げた時に、あ、なんか違う、あ、なんか違うってなっちゃう。ここら辺で強くしたり緩めちゃったり、結構難しいって思うんですよ、うん、なのでスピンも入らないとかなってきて、そこら辺になると、はい、だけどもうそうですね、6、70ヤードくらいが一番良くて、そうですね、スピンも安定して結構効くので、もう結構ピンキャリー狙っててもしっかり止まってくれる。あ、じゃあもう今のは3で
何千に、6、70ヤード。そうですね、それぐらい残すつもりで打ちました。で、グリーンの近くに行けばいいって話じゃないですよね。そうですね、もう自分が、その自信がある距離から打つ、うん、まあ、近くに行きたいって気持ちすごい私もあるんですけど、あるでもその近さがさ、これぐらいだったらいいじゃないですか、グリーンの花、はいはいはい、道のこれ、はいはいはい、じゃなくて微妙な、そうなんですよ、微妙だったら、うん、もう狙わなくて自分の好きな距離にしようってもう言った方がいいと思います、ね、はい、その作戦で、いやこれそれ超大事だと思う。9番118、あ、落ちてくれ、でかい、おっと、おっと、いやもうあれ3パット何回もしますけど、いやもうやっぱ1個下げなきゃダメだ、おーい、おーい、フライヤー的なやつですか、それか、なんか強く入っちゃった感じですか、いや、強く入れた感じだったと思うんですけど、おーい、もうちょっといって、ナイスです、ナイスボギー、130ヤード9番アイアンです、あの58度ぐらい、はい、活躍するんですよ、活躍します、カターで行きません今日は、ハンドファーストで、ハンドファーストで、めっちゃめっちゃめっちゃうまいかも、あー入った、やばい、これ購入ちょっとめっちゃすごくないですか、え、私チップインしたの多分もう数年ないですよ、すごい、ないスピン聞いてました、ちょっとマジ、何プロが入れるような入れ方、はい、これ何、これ何ですかすごい、 GN です、めっちゃうまいかも、ありがとうございます。
何意識したんですか？今ですか？はい、まあ、まあ結構こういうライン、そうですね、こういうラインで、まあ、ちょっと引っ掛けそうだなって、で引っ掛け、ちょっと引っ掛かる多分ラインなので、まあ、若干右向いて、で引っ掛け、右向いてるのを意識せずに右向いて、はい、もう普通にそのまま行ったら勝手に傾斜で曲がってくれるっていう、傾斜通りの曲がり、そうですね、自分でどうかしない、はい、入れたいっていう気持ちが出すぎました。はい。